るか。行くよ。準備はできていて。覚悟するね。The Wave of Fate is time. Rebel One. Action. あなた、やる気あるの？ Writer Wing。では、ごきげんよう。Writer Wing。マルケンハイ、探したわよ。レイチェル様、まさかかような場所まで。ここは少々誇りっぽくございます。もし御用が終わりでしたら直ちに城まで戻りましたもの。気にすることはなくて。それよりもバルケンハイ、少し確かめたいことができたの。協力してちょうだい。私めにできることでしたら何なりとお申し付けください。この私と全力で戦いなさい。ご遊戯ではございませんな。でしたらこの老老を全力でお相手いたします。問いを返さないのはさすがにバルケンハイン。レイチェル様を信じておりますゆえ。The Wave of Fate is time. Rebel One. Action.ご遊戯ではございませんが、でしたらこの老老を全力でお相手いたします。姫様、
いかがなされました、レイチェル様。バルケンハイン、この私と戦ったことを覚えているかしら。レイチェル様、バカな、まさかそんなことが。これは自傷感謝よ。まさかバルケンハインにまで影響があるなんて。こんなところで何をしているの、お嬢さん。あなたは。The Wave of Crisis 5 Rebel 1 Action。それじゃダメ。これが教会の力。これでどうなって。なぜ。待って待って待って。カンちゃん。ほら、許せない。風よ、引き上げろ。ですよ。鍛えてみましょう。行きなさい。意味ない。ですよ。はい。ここに。これでどう？Please select your character. Legend Arcar.
Wave of Fetch is starting. Reverb 1. Action. 死にな さ, 浴びなさ、浴びなさ、術式ゾーン、浴びなさ、無駄だよ、死にな さ, おとなしくしなさい、おっさ、追ってくれ、浴びなさ、また逃げ出す準備かしら？ほう、人外のものまでいるとはな。しかも吸血鬼か。下賤な下等生物勢が気安く人の言葉を話さないでちょうだい。やはり貴様があのレイチェル・アルカードか。噂通りの毒舌っぷりだな。封印指定の獣者まで送り込んでくるなんて、第七機関の坊やたちもなりふり構っていられないようね。それで、この私に何の用かしら。狂犬アズラエル。用も何も、千の時を生きると言われるかの吸血鬼と遭遇したのだ。食らわぬわけにはいくまいて。身の程もわきまえずに噛みつくなんて、あなたも噂にたがわぬ愚か者よ。通りね、見るに絶えない醜悪さだけれど、なるほど、さすがの吸血鬼といったところか。なかなかに楽しめる。これ以上は同じ空間にいるのも耐え難いわね。そろそろ消えてもらえるかしら。空間転移か。できれば二度とこの私の前に現れないでほしいものだわ。
お久しぶりね、英雄さん。吸血鬼か。何の用だ。秩序の力はそれなりに制御できるようになったみたいね。さすがは十兵衛といったところかしら。貴様のザレ事に付き合っている暇はない。失せろ。あら、犬風情が芸を一つ覚えたくらいで随分と強気ね。まあいいわ。英雄さん、今すぐこの私の犬におなりなさい。死にたいか、貴様。威勢よく吠えること。やっぱり犬の調教は体に覚えさせないといけないようね。The Brave World Fight is fine. Rebound 1. Action! Sube! このイカルガは大規模な自傷干渉を受けているのは気づいているのね。それがどうした。断りの外にあるはずのバルケンハインですらその影響を受けている。それがどういうことかわかるかしら。何が言いたい。滅びが始まってしまったの。それを止められるのは多分ラグナとあなただけよ、ジン・キサラギ。滅びだと。その足をどけなさい。あら、思ったよりも早かったわね。つばき、その足をどけなさい、この人外。ジンニー様。ジンニー様をどこへやった。彼がそんなに心配。安心していいわ。身の安全だけは保証してあげる。そんな言葉信用できると思いますか。信じるも信じないも今はそんなことどうでもいいわ。それよりも私、あなたに用があってここまで来たのよ。私に。だけど少し驚いたわ。まさかあなたが自身の力でそのいざよいを解放するなんて思ってもみなかったもの。これはノエル、マコト、そして白明様とジンニー様のおかげ。闇に囚われていた私を導いてくれた。だからそのジンニー様に害なすつもりなら容赦はしません。面白いわ。あなた、その剣を私に向けるつもり。私は、私の大切なものを守るために、私の正義に従い戦う。 The Brave World Fight is Time. Rebound 1. Action!
ウロコよ行くっせ楽しいわなぁ、うるせぇねダンサー生徒大学知っていて、その封印変装イザヨイ。いえ、ゼロ式イザヨイは対観測者用変装。つまり私たちと戦うために作られたものなのよ。それがどういう意味かお分かり？無論。だからこそ私はあなたに戦いを挑んだの。さすがに理解はしているようね。解放されたイザヨイならば、この私すらも消し去ることができる。そう、私たちクロノファンタズマを滅ぼすことが。あなた一体何を言いたいの？そうね、そろそろ本題に入りましょうか。時間も惜しいし。ラグナザ・ブラッドエッジ、あなた彼を探しているのでしょ？一度くらんだその目に彼はどう映っているのかしら。悪、ラグナザ・ブラッドエッジ、彼こそがこの世界の悪よ。傲慢ね。それはあなたが決めることなのかしら。私は私の正義に準じます。だからこそ、その元凶たるラグナザ・ブラッドエッジを、悪を私は撃つ。彼に対して思うのはそれだけよ。そう。でも安心なさい。あのグズでズボラでどしがたいほど愚かな男、ラグナザ・ブラッドエッジ、
彼はもう長くはないわ。え？わからなかったかしら？ラグナザ・ブラッドエッジはもうすぐ死ぬの。ラグナザ・ブラッドエッジが死ぬ？まさかそれを信じて彼を見逃せとでも？そんなことは言わないわ。あんな男、殺せるのならいつだって殺して構わないわよ。ただいざ酔いの使い手であるあなたにお願いがあるの。もし彼が死んだら、椿弥生、この私を殺しなさい。